はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の期待値2をお送りします。で、前回ね、期待値始まってこれで2本目です。で、まあこれで期待値終わりなんですけど、まあ前回から引き続きで問題を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回期待値というタイトルなんですが、両方とも得か損かっていう問題をやっていきます。で、基本的にゲームでこう言われるんですけど、例えば1番ゲームの内容が1個のサイコロをこうやって投げます。で、投げたら出た目の数かける500円を受け取るゲームをするんです。つまり、もし4が出れば4、5、20で2000円、6が出れば6、5、30で3000円もらえるよみたいな。ただし、1回サイコロを投げるのに2000円かかるんです。参加費が2000円みたいな感じだね。じゃあその時に、このゲームに参加するのは得なのか損なのかっていうのを聞かれます。で、もしこうね、テストとかね、なんか出てきた時とあれば、まあ途中式を書かされることが多いだろうと。得か損だけだったら2択で当たっちゃうからね、勘でね。で、このタイプの問題は期待値を使ってください。で、その理由は途中でやりながら話します。で、まずね、一応1番、まず期待値を求めていくと、まあ基本的に1個のサイコロこれ投げてるだけなので、これすごく楽です、こっちに関しては。で、まあ書くときに期待値なんで確率分布が必要になると。で、出る目は結局1から6なんですけど、もし1が出れば500円ゲットじゃないですか。だから自分だったらここは500にしちゃいます、1ではなくてね。で、2だったら1000で、次1500、ちょっとね長くなっちゃいますけど、2500の最後3000だね。で、合計が確率は1だと。だね。で、結局ね、1個のサイコロ投げてるだけなので、1が出るのも2が出るのも3が出るのも全部6分の1なんだよ、結局。だからこの1番はすごく簡単で、全部の確率は6分の1です。サイコロ1個を2回投げてるとかじゃないからね、1回しか投げてないからさ。で、こっから期待値を求めていくと、EX で全部6分の共通なので、もう伸ばしてしまって6分のかけます、500、ちょっとちっちゃくなるけどね、足すかけると1000、はい、0一個少なかった、はい、ごまかした、ごめん全部あれだね、1500の2000の2500の3000だと。で、これやると、ちょっと待ってね。結局、まあいいか、やるか。1500、3000、5000、8000、1500か。で、これ多分割り切れるかな。6×1=6、45、1750か。と、こう出てきました。で、これ結局、期待値が1750なので、これ、2000円参加費払う。1750が期待値。これ損なんです、結局これ、答えとしては。で、もし書くとすると、1750は、もともとの参加費の2000円より小さいでしょ？これなので、まあ、損であるみたいな。これで終了になります。で、前回、まあ、初めて期待値が出てきたじゃないですか。で、その時に、期待値って何ぞやっていうのをあえてちょっと話さなかったんですね。で、その時には期待値の解き方をぜひ覚えてほしかったので、まあそっちに、まあ重点を置いてやったんですけど、実はね、期待値っていうのは別名平均とも言われます。期待値のこと平均ね。まあ小学校からやってきてる平均です。つまり、こうやって何かを、こうやってね、調べた時に、それの平均の値が期待値と一致します。でね、今何かっていうと、このゲームをするじゃないですか。で、いくら儲かるかは分からない。だけど、こう調べてみたら、期待値、まあ、平均が1750円。だから、1回やると、これをゲットできるっていう、平均でね。まあ、期待する値だから期待値なんだけど、
これをゲットできるって言われてるの。もちろんわかんないよ。6が出れば3000円だし、1が出ちゃえば500円だからね。でも平均するとこれなんです、1750。でも参加費2000円は変わらないじゃないですか。だからその期待、まあ、平均期待値ね、平均を出した時にこれと比べたら1750円ゲットできる期待はできると。でも2000円を払ってる、だから損になるんです。もちろん3000円ゲットできたら損じゃないよ、得になっちゃうけど、それは1回の思考の話だけなので。つまり期待値っていうのは、まあ、別名平均って言われることもここで覚えておいてください、まあ、そういうが、それが期待値になります。で、まあ同じように、ね、やっていくと、次は今度1個のサイコロを5回投げます。ちょっとめんどくさいですね、5回投げる。で、3の倍数の目が出る回数かける100円を受け取るゲームです。こっちの方が安いですね。つまり5回投げてみて、まあ、3の倍数だから3か6が出ればいい。3か6が全部出たら5回出てるんで 5×100 で500円ゲットなんです。3回出たら 3×100 で300円ゲットとなります、ルールはね。で、参加料は200円です今回。じゃあこのゲームに参加することは得か損か調べようという問題です。で、これも書いていくんですけど、ちょっと入りきらない、大丈夫かな、いきましょう。今回はですね、サイコロをまあ5回投げるので1回も出ない可能性があるんですよ。0回が出てくる。だからさっきは500スタートだったんですけど、こっちは0スタートになります。0で1回出れば100、2回なら200となって、300、400で最大はね、5回出れば500円ゲットすることもできるので、ここまでで止まりますと、こうなる。で、あとは6パターンあるので、これ全部求めに行きます。こっちはね、求めるじゃなかったんですけど、ちょっとこれがめんどくさいですね。あとは入りきるかすごい心配だけどじゃあ行きましょう。で、この1個のサイコロを何回連続で投げるってやつは、前回の期待値丸1の動画の2番でもやりましたけど、あの C を使います。これちょっと不安な方は数えの方の確率見てほしいんですけど、まず、P、ちょっとちっちゃくなるよ、ごめんね。X が0の時です。で、0、0円っていうのは3の倍数が1回も出てないんです。で、今、3の倍数っていうのは3と6、だから6分の2だよね。3と6しかないから。6分の2、約分すると3分の1です。今回は3分の1使っていきます。だから3の倍数が出ないっていうのは3分の2になります。ちょっと今回約分でやらせて、5乗はさすがにちょっときついので。つまり X が0の時っていうのは5回全部3分の2になるんです。3の倍数出てないからね。だから3分の2の5乗、これ計算する。で、そうすると81、243分ので、あって大丈夫ね、243分の2の5乗32かで、こうなる。で、今回は全部243分のになります。ちょっと書いちゃうね。よいしょ、作業ですねこれ。ほいっと。じゃあ次です。ね、右に攻めよっかな。P の X が1の時です。で、1の時っていうのは1回こっちが出て4回こっちが出ます。で、5回中1回これが出るって考えるから 5C1 がくっつきます。で、1回出るから3分の1が1乗、1は書かないよね。で、3分の2が4回出るから4乗がくっつきます。で、さっきね、ここに C がなかったのは5回中0回出てるので 5C0 は一応隠れてる。でも 5C0 っていうのは1なんで、書く人がないから書いてないだけなんだけど。で、これ計算すると、まあ分子は分じゃない、分母はね、243変わらないので、結局3をね5回かけるからさ。で、分子は5と2の4乗2の4乗は16なんで、 16×5 だから80かとなって、100円の時はこうなります。で、次、2の時ですね。で、2の時は5回中2回こっちが出るんで、まず 5C2 がくっつきます。間違った。
で3分の1が2回出る。で3分の2が3回出るからこうなります。ちっちゃかったらさ、なんだっけ、パソコンで見てる方は全画面表示で見てください。ごめんね、申し訳ない。で243分の 5C2 が10です。10で2の3乗がくっつくから80か、かけると。でこうなります。ちょっと右にせるのは危なくなった気がするな。3、4、5いけるかな。ちょっと攻めよっか、下に。違うな、待って、左が空いてるからちょっと左に詰めよう。ちょっとごちゃごちゃして申し訳ない。で3なって、今回5回中3回出てるから 5C3 で3分の1、こっちが3回出ると。で3分の2の方が2回出る。であとこれ計算します。で 5C3 と 5C2 は同じね、だから同じく10になる。で2の4乗は2の2乗だから40か。でこうなります。さっき書かなかった俺、書いてないね。ちょっと待って、よいしょよいしょ、ほい。じゃあ次にいけそうだね。4の時で、4の時っていうのは3の倍数の目、こっちが4回でこっちが1回なので 5C4 で3分の1が4乗で3分の2が1乗ですね。こうなる。で分母の243変わらずで 5C4 っていうのは 5C1 と同じね、同じだから5で、あっちに2がいるからかけて10になります。よいしょ。でこうなる。でラスト、5の時、あ今気づいちゃったね。そうか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 、どうしようかな、ごめん。ここ100だね、自分が X で100って置いてんだから、ごめんこれ100だ、ちょっとごめん。200だね。どこだ、ここか。癖で普通に一桁で書いてしまった。よいしょ、ちょっと見にくくてごめんね。だから最後は X イコール500ですね、この時。でこれは 5回中5回出ているので 5C5 だから1なんて書きません。で3分の1が5回出るから5乗で1ですね。でこうと。で一応足してみようということで、ちょっとこれ抜いて160、200、210、242、243となるので、まあ大丈夫でしょうと。はい、でここまで頑張ったので、あとは期待値出しましょう。いけるかな、こっち行くか。で EX で分母の243変わりません。こうなって、ここ無視ですね、ゼロなんで。かけると8000ですね。ここが8000で、いくな、1600、マジか。これ1200、あそこが4000で500、わお。243分の、これさ、まずくない損かとかけないけど、ま、いや、ギリかけるか。ちょっと待ってね、答えちょっとこっちに書けばいいか、最後ね。243分の、はい、4万500か。これ事前上やってんだけど、あ、なってるね、4万500。で、これちょっと筆算やってもらうと、166.6 が続くのかな。ちょっと一応やってみますかね。今何分経ってる ?13 分、ちょっと時間経ってるな、マジか。お待ちをすみません。1で243、0261、1620で次6なのかい。6318、6424、0026、あ、同じなんだね。じゃあ続くんだね、 OKOK。166.6 と続きますと。だから期待値が 166.6、 167円ぐらいだよね、が期待できる。でも200円を払ってしまってるので、この場合だから、まあ、こんな感じで、ちょっと申し訳ないね。こうなると、これは200円より安いので、こっちも損だと。まあ、こういう感じで、
解いてみてください。ちょっとね、ごちゃごちゃしちゃって申し訳ないんですが、まあ、得か損かっていう問題が出てきた場合は、期待値をこうやって使ってほしいと。で、期待値っていうのは平均って呼ばれることもあるんですが、まあ、今まで考えてきた平均だと思ってください。考え方としてはね。といった感じでございます。では、今回は高校数学数 B の期待値丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、期待値終わったんで、次回分散と標準偏差が出てくるんですね。で、分散と標準偏差は1個の動画で1本でやります。で、それを次回やりますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。